3年選択日本史ポイント使いナンバー7。日露戦争と国際関係。はい、まず、一つ目からいきましょう。ノートは158から159ページになります。しっかり勉強していきましょう。丸一、立憲政友会の成立。はい、Y 藩内閣の成立。はい、まず自由党、そして進歩党。はい、この政党はというと、このまず自由党は、一旦、解党、したんですけども、再び、結集して、まあ、復活する形になったわけですね。そしてこの、はい、進歩党というのは、旧立憲改進党、もともと立憲改進党に属していた人たちが中心となって、新しくできた政党ということだったわけです。で、この時ですね、まあ、初期議会のところでもやりましたが、まあ、自由党と、まあ、進歩党は、時の、まあ、大きな政党の中でも2つの勢力を持っていたわけなんですね。そしてこの、まあ、自由党、進歩党は、もう、どちらも、まあ、政府を、に対して、まあ、反対側に立つ立場だったんですが、思いは一つということで、はい、当然ベースのとなる考え方は当然違っていたんですが、はい、この2つの政党が、はい、合併して憲政党という政党になりました。まあ、今現在でもですね、いろんな政党が分かれたかと思ったらまたひっついたりとかしていますけども、まあ当時も、まあ、今の政治と同じようにね、政党と同じように、やっぱり分裂とか、また合併を繰り返す、いうことはずっと行われてきたわけなんですね。で、まあ、この、憲政党ですが、はい、第一次大隈重信内閣という形で、この憲政党をベースとする、一応日本初の政党内閣として成立しました。で、この大隈重信内閣の中にですね、事実上ナンバー2、そして、はい、板垣退助が内務大臣を務める形になったわけなんですね。まあ、そうしたことから、この大隈重信と板垣退助の、まあ、いわゆるですね、ナンバーワンとナンバーツ、2人の、名字、この大隈の隈と板垣の板を取って、はい、Y 藩内閣というふうに呼んだわけなんです。で、この、第一次大隈重信内閣は、まあ、最初の政党内閣としてスタートしたんですけども、はい。なかなかうまくいかずですね、はい。尾崎幸雄の共和演説事件。はい。これは何かというと、まあ、簡単に言うとですね、まあ、この尾崎幸雄という人物が、今で言ったらね、いらんことを言ってしまったわけなんです。今でも国会の中でですね、国会議員がいらんことを言って、ね、野党が今の発言は何やみたいな形で、糾弾してですね、まあ、国会を混乱させるような、ことをよくしてるんですけども、まあ、それにやや近いもんやと思ってください。まあ、どんなことを言ったかというと、尾崎幸雄という人物は当時若手の政治家だったんですけども、この Y 藩内閣の中では文部大臣を務めていました。で、その中でですね、まあ、あるなんか会合の時に、アメリカ大統領になった人っていうのはほとんどが貧乏人だと。はい、しかし、日本を見てみると、もうほとんどが、まあ、大金持ちばっかり、ね、財閥と手を組んでいる。まあ、今の日本ともよく似ているんですけども、まあ、そういうのはおかしいんじゃないかみたいなね、これ金権政治とか、まあ、そういったようなことをちらっと言ってしまったわけなんですね。で、それに対してですね、今のはどういうことなんだということで、もしね、そういうことを言ってしまうと、じゃあ天皇はどういうことになるんだというような形で、もう話がぐちゃぐちゃになってしまったわけなんです。まあ、当然、いろんなところからもう批判が出てきてですね、結局尾崎幸雄も、もうちょっと文部大臣を続けることができなくなってしまって、で、もう文部大臣を辞めますというようなことになったわけないね。で、まあ、当然次、じゃあ誰が文部大臣になるのかということで、ここで憲政党の中で、はい、分裂をしてしまうことになったわけね。まあ、次誰にするのか、いうことで、まあ、もともと自由党に属していた人と、進歩党に属していた人たちの中で、結局まだ分裂を起こしてしまい、はい、この事件をきっかけにですね、はい、旧自由党系の人たちは、ごめんなさい、そして、旧進歩党系の人たちに分裂をしてしまい、旧自由党系の人たちは、は
そのまま県政党という政党を名乗り、もともと旧進歩党、まあ、進歩党に属していた人たちは、県政本党という形で、事実上また元に戻ってしまうという形になったわけなんですね。まあ、そうしたことから結局この第一次大隈重信内閣、いわゆる Y 藩内閣はわずか4ヶ月で、はい、終わってしまうというね、形になってですね、時の勢いは、結局短期間で終わってしまったということなんです。そしてその次、内閣総理大臣になったのが、はい、第二次山形有朋、まあ、2回目の、山形有朋内閣が成立する形になりました。もともと山形有朋は当然政府側に立って、この自由党やね、旧立憲改進党と書記議会で激しく対立をしてきた中で、はいはい、このようにですね、はい、いろんな、改正をしていきます。まず一つ目、1899年に文官任用令、まあ、今で言ったこれ官僚を任用していく、まあ、誰を官僚にしていくのかということの、まあ、いわゆるこう決まりがあったんですけども、その中で改正をしました。じゃあこの官僚になるには、政党、何か政党に絡んだことをした人は一切官僚にはしないと。要は、まあ、政府の言う通りにね、きっちりと勉強し、政府の言うことをきっちり守った人だけが官僚になる。間違っても自由党や進歩党に何かの形で絡んだ人は官僚にはしないという形で、要は、政党には絶対左右されない、そういう官僚を、採用しようというふうにしたために、この文官任用令を改正するということになったわけなんです。はい、そして次、はい、軍部大臣現役武官制、はい。軍部大臣というのは具体的には、今現在もちろんないんですけれども、当時は陸軍省、海軍省という省庁があったんですね。当然、陸軍省には陸軍大臣、海軍省には海軍大臣という人物が、ポストがあったんですが、まあ、その大臣になっている人っていうのは、ほとんどがもういわゆる、軍の最前線から、まあ一線を退いて、まあ、引退した人なんかな、もう年齢も高くなり、まあ、言ってしまうとなんか、陸軍評論家、海軍評論家みたいな、まあ、いわゆる一線を退いた人が、まあ、形だけではもちろんないんですけども、やや、まあ前線から離れて、最前線から離れた形で、一応軍を、まあ管理するような立場だったわけですね。まあ、そういうことから、まあ現場のそういう情報というのは入りにくかったのかな。まあ、いずれにしても、この陸軍大臣、海軍大臣とも、いわゆる現役ということですから、もう最前線で働いている人が、大臣になるという、ね、制度にしたわけなんです。常にこう、軍の意向というものが、こう、内閣に伝わりやすくなる。で一方で、この政党の意見を入れないと。いうことだよね。まあ、当然軍の最前線が離れてしまうとやっぱり政党の人と接触するということにも、なりかねないので、いわゆる政党が軍の中に介入してこないように、そういうことで作った法律です。これが、後にですね、昭和の時代になって、日本にとってこう戦争の道へと進んでしまう原因にもなってしまう法律でもあったわけだよね。政党でもありました。はい、そして次、同じ年に1900年、治安警察法というものを公布します。これは政治運動や労働運動ですね。また次の項目で出てくるんですが、日本もこの時産業が発達して、いわゆる企業、会社というものが、できました。で、その中でやっぱり過酷な労働ですね。今でも、労働問題というのはですね、こう働き方改革とか言われてますけども、そういう、正規雇用、非正規雇用でいろいろ労働に関する問題というのは今現在でもありますが、まあ、それに対して当時もですね、そういう労働問題、そしてまあ政治問題ですね、いろいろ今でもいろんな、あれかな、ありますね、検察官の定年延長とかうんぬんとかやってますけども、そういったものにも今でもこう反対運動起こってますけども、そういったような運動を抑えるために治安警察法というね、法律を出して、まあ、これが後にまた出てきますが、大正時代に治安維持法という形になって、まあ、人々をこう抑え込む法律として作られました。はい、で、この人物が山形有朋です。はい、以上です。
はい、3番、立憲政友会の成立。この憲政党ですね、合併してできた憲政党、そしてまた尾崎幸雄の共和演説事件によってまた、元通りになったんですけども、いわゆる旧自由党系を引く憲政党と伊藤博文が接近しました。この伊藤博文は、これからも、これからの若い政治家に、やっぱり日本をですね、背負っていってほしい。そういう思いがあったかどうかわかりませんが、いわゆる、若手に、この将来の日本を託そうと、ね、いうものもあったんでしょう。伊藤博文がこの、政党に近づき、そして、1900年、立憲政友会という形で、新たに発展的にですね、政党が成立しました。そしてこの伊藤博文が総裁、伊藤博文が、若手を引っ張るような、いう形で出来上がった政党やったわけなんです。でそれに対して、伊藤博文はですね、内閣総理大臣4回目、一応実質最後の内閣総理大臣になるんですけれども、貴族院の反対。これ貴族院っていうのは、実質旧大名とかですね、大金持ち、いわゆる政府から特権を、得ていた、そういう特別階級だったんですけども、こういったような新たな動きに対して、こういう貴族院が反対してきたわけだよね。やっぱり貴族院の人たちってやっぱり古いものをそのまま引きずる、やっぱりそういう傾向もあったんです。伊藤の場合は、新しい人をね、それまで実質無名に近かったような政治家もどんどん登用していって、新しくしていこうとする動きだったんだけども、これはね、よくあることです。やっぱ新しいことをしようとする人に対して、やっぱりこうね、古い考えの人たちが立ちはだかるという、そういう典型的な例だったと思ってください。で、その中でですね、もう伊藤博文や、そして先ほど出てきました山形有朋は、政治の世界から第一線を退いて、いわゆる引退みたいな感じかな。とりあえず、全く政治の世界から離れることはないんですが、自分の息のかかった若手の政治家を裏でこうね、操って、表には出てこないんだけども、裏でですね、そういう自分の、育てたというかね、息のかかった政治家をコントロールして、自分の思うような、形で政治を動かしていこうとしたわけなんです。で、その後、このようにね、もともとこの明治維新に貢献した人たちは元老として君臨。後に、当然若手の政治家が出てくるんですけども、きっちりと裏で、こうね、黒幕みたいな形で、政治の世界にしぶとく君臨する形になります。で、その後、政界は二分化という形で、いわゆるですね、二つの勢力、というか、派閥が出来上がって、その派閥が、交互に政治をしていく。当然政治の世界でもやっぱりいろんな考え方があって、今でもですね、今は、自民党がね、それに対して、立憲国民党とかいろんな政党がありますけども、それと似ているものと思ってください。でその中で、次の、政治を引っ張りリードしていく2人の人物が出てきました。1人が桂太郎。ね、桂太郎というのは、長州藩出身で明治維新になってからは常にこう陸軍の最前線で活躍した人物でした。要はこれ山形有朋の、後輩というかですね、弟分なんです。特に桂太郎はやっぱり軍人、そして官僚、貴族院ね、こういった人たちから支持を受ける、ね、そういう人たちによって支えられていた、人物やということです。で一方で、西園寺金持という人物は、先ほど出てきた立憲政友会、要は伊藤博文が、バックにいてですね、この立憲政友会のトップとして君臨していました。要は、この人物はもともと京都の奥下さん出身だったんですけども、若い時から非常に才能を見込まれて、留学とかもしてですね、いろいろこう勉強して、で、この時に、有能な政治家として出てきた人物です。で、この桂太郎とこの西園寺金持が、また出てきますが、明治の終わりから大正の初めにかけて、交互に内閣総理大臣として、君臨する形になるわけです。そうしたことから、桂太郎の桂と西園寺金持の縁ですね、この2つの文字を取って、慶延時代というふうに呼ぶわけなんです。はい、以上です。
はい、丸に中国分割と日英同盟。では中国分割ということですが、はい、列強による租借、要はヨーロッパの国々に、タダで借りるということなんですね。まあ、租借というのはタダで借りる、要は、本来なら物を、とか場所を借りる場合は、借り賃貸し賃という形でお金が生じるものなんですけども、なんと、それも期限を、ほぼ設けずに半永久にタダで借りるというね、まあ、そういったようなことが実は行われました。もう実質これはもう支配なんですね。はい、なぜ、まあ、そんなことになってしまったかというと、要は日清戦争で清が日本に敗れたのが全てなんですね。日清戦争が、起こる前も、実質清はヨーロッパの国々から幾度となく侵略を受けていたんですが、まあ、なんだかんだ言いながらもやっぱりアジアではナンバーワン。要は眠れる獅子というふうに呼ばれていてですね、やっぱりある程度一目置かれていたやっぱ国でもあったわけなんです。要は、まあ、眠れる獅子ですから、まあ、眠れるライオン。要は、まあ、ライオンは猛獣ですから、やっぱり強い、ね、例えで、表現されていたということなんですね。しかし、なんと日本に敗れてしまう。当時日本はヨーロッパではですね、東洋の猿というふうに呼ばれていて、まあ、猿というのはもう完全に、まあ、こう、蔑んだ、まあ、表現に使われて、でですね、まあ、日本は確実に清よりも格下というふうに位置づけられていたんだけども、まあ、その日本が清を破り、いうことでこの敗れた清は日本より弱いということになって、まあ、こんな、新中国は、まあ、どうってことないやということでこの広大な清の領土をヨーロッパの国々がこのように分割、まあ、お互いそれぞれがまあ縄張りを築くという形になるわけなんですね。では具体的に、まずドイツはどこかということで、はい、山東半島、はい。この山東半島という場所、そして青島というですね、まあ、主要都市、そしてこの山東半島の沿岸の広州湾という場所を、租借して、まあ、ドイツの、支配地域という形になったわけなんです。そしてロシアは、はい、遼東半島、この遼東半島は、日清戦争の時でも出てきましたが、日本が割譲したはずだったんですけども、結局三国干渉ですね、ドイツとフランスを誘って日本にプレッシャーをかけて、遼東半島を清に返還させました。で、その後、すぐさま遼東半島にロシアがやってきて、はい、この、遼東半島の先端にある、まあ、旅順とか、そして大連といったような主要都市を、租借する形になり、その後は軍隊をも、派遣して、そしてこの旅順にはですね、とてつもない大きな要塞を、築きました。後にこの日露戦争では大激戦地になるんですけども、まあ、このロシアはこの遼東半島及び、そしてこの中国、東北、まあ、満州と呼ばれる地域もロシアは実質、支配する形になりました。そしてイギリス。イギリスは日清戦争前から、まあ、アヘン戦争、まあ、これも習っているかと思いますが、この、幾度となく、こう、ね、清に侵略をしていたんですけども、その、はい、中で、イカイエですね。ここよく間違えるんだけども、この、ドイツの、山東半島、ドイツが租借していた、まあ、山東半島の、先端にある、イカイエという港、町なんですが、イカイエはイギリスが租借していました。これよく間違いますのでね、イカイエは山東半島にあるので、ドイツやと思う人もいるんですけど、ここは間違えないようにしてください。イカイエはイギリスが租借していました。そして、アヘン戦争の時に、割譲したこの香港のある九龍半島と呼ばれる場所ですね。ここもイギリスが、まあ、租借する形になったわけです。そして、フランス。まあ、フランスは、ドイツ。あ、ごめんなさい。ベトナムですね。ベトナムを植民地にしていたんですが、このベトナムとこう接している、中国南部を、実質支配する形で、この広州湾というところを拠点に、租借していました。はい、このように、まあ、ヨーロッパの国々が、中国は要は清にですね、まあ、言い方変えると思う。土足で家に入り込んでもうやりたい放題やってるっていうね、まあ、そういったような状態になっていたわけなんです。で、日本はというと、はい、この時ですね、はい、福建省と呼ばれる地域があるんですが、まあ、地図で
見たらわかりますが、この台湾とちょっと対岸にある地域なんですけども、ここは、まあ、日本が支配するというよりかは、ここは、日本が、まあ、市にですね、他の国には入らせないよと。一応台湾と、海を隔ててある場所であることから、ここは日本の、まあ、場所なんだみたいなね、いう形で他の国には入らせないというね、他国に干渉させないという形で清に取り付けました。はい、まあ、そういうことで、清はですね、このようなヨーロッパを中心とする国々によって分割されてしまうということになったわけなんです。はい、以上です。では、北清事変です。まず、義和団事件という事件から説明していきます。1900年に起こった義和団事件とは、不清滅洋、要は清が栄えて西洋が滅ぶ、要はヨーロッパが滅ぶという、言葉をスローガンにしてですね、有志団体である義和団が北京公使館を包囲。要は、北京にですね、外国、まあ、諸外国の、まあ、いわゆる、ね、外交官がいる館があったんですが、それを包囲して、抗議行動をしたわけなんです。で、それに対して、政府はですね、清国政府は当然もう侵略を受けているわけですから、これを機にこのヨーロッパの、国々を清から追い出そうということで、政府が列国に宣戦布告、いわゆる義和団の行動に乗じて宣戦布告をするわけなんです。で、これを、はい、北清事変というわけなんですね。で、これに対して当然、はい、公使館が包囲されているということは外交官を守らなきゃなりません。で、当然清が宣戦布告をしてきたということから、列国は、はい、連合軍を、はい、派遣しました。で、この、連合軍が、はい、このね、はい、それぞれの国の代表者が集まって、まあ、記念撮影をしたんでしょう。はい、このように9カ国が、はい、清を攻撃する形になったわけなんです。で、その中に、はい、一番右にある、この兵士が日本の兵隊だということになるわけなんですね。日本はこの、北清事変に際して、一応主力となって清をと戦いました。はい、まあ、実質も日清戦争で勝ってるわけであって、まあ、当然いろんなイギリスやフランスとかアメリカも加わって戦いになったわけであって、もう結果はもう見るまでもなく、あっさり、はい、清が降伏して、北京議定書という、条約を結びました。まあ、実はこの北京議定書っていうのは、もう清がもう莫大な賠償金を、各国、ヨーロッパの国々に支払うなんていうことになって、もう実質も清は壊滅状態になってしまったということなんです。はい。そして次、朝鮮の動きということで、まあ、特に日本は日清戦争の後ですね、清を朝鮮半島から追い出す形を取っていたんですが、しかし朝鮮半島では実は日本ではなくてロシアが支援する形になっていました。で、ロシアは、朝鮮半島の北にあるこの中国東北満州と呼ばれる地域を完全に支配している状態 で、さらには次、朝鮮半島へも進出 しようと伺っていました。で、この時ロシアはですね、ロシア寄りの、まあ朝鮮の、政治家をトップに据えて、新ロ政権という形でロシアのバックアップされた、政権を誕生させていました。で、さらに、国の名前、いわゆる国号も大韓帝国ということで、名前を変えさせて、で、実質、韓国というふうに呼ばれるようになりました。まあ、今の韓国とはちょっと意味が違いますので、知っておいてください。はい、まあ、いずれにしても、朝鮮半島は、ロシアによって影響を受ける形になるわけなんです。そしてロシアなんですが、ロシアは、はいはい、今まで何回も出てきてますが、中国東北部、要は満州を占領していました。で、その中ですね、当然日本は、朝鮮半島だけじゃなくて、満州も実際狙っていたわけなんですね。満州っていうのは、なぜまあそういうところに日本が行きたいと思ったかというと、日本には、ないものがたくさんありました。要は大量にですね、石炭が取れる。もちろん日本でも取れるんですけども、もう産出量というのは日本と比じゃありません。そして、あと羊毛ですね。
そして鉄鉱石、そして大豆といったようなもう、農作物に適した大地が広がっていました。まあ、そうしたことから、将来日本は満州に進出して、そのような、いろんなそういう資源を手に入れようと考えていたわけなんです。しかしその時、ロシアがいたということで、当然ね、日本からしたら非常に困っていたわけなんです。まあ、しかし、日清戦争でですね、買って両党半島を一切取っててはいたんだけども、結局ロシアに、プレッシャーをかけられて、三国干渉ですかね、清に両党半島を返還し、そして、はい、ロシアが、来たということなんですけれども、やっぱりロシアと、戦うんだということで、一応意気込んではいたんですけれども、じゃあ実際ロシアと戦うとなって勝てるのかということで、ロシアというのは当時世界最強の陸軍国と呼ばれていて、かつて ナポレオンを、打ち破った、国でもあったわけなんです。で、その中で日本では2つの考え方がありました。日露協商論と、まあ、日英同盟協約というね、要は、ロシアと、まあ、話し合いをするという考え方と、イギリスと同盟を結ぶという、ね、考え方がありました。この日露協商論ですが、日露協商論は伊藤博文らが主張していました。まあ、特に伊藤博文はやっぱり戦争を避けたかったんですね。まあ、だからといって、まあ、このままずっと指をくわえて、待つわけにもいきません。なんとかして日本としても、なんとかしようとは言うんだけども、まあ、だからといってロシアとは戦争するのは避けたいということで、満漢交換というね、これはあくまで日本が、まあ、勝手に描いていたもんなんですけども、要は、満州はもうロシアにあげると。しかし、朝鮮半島、要は韓国は、ロシアはもう手をつけないでねと。韓国は日本が支配しますよっていうね、まあ、そういったような、まあ、日本にとって都合のいい構想だったんですけども、要はこうロシアと妥協して、もう満州はいかへんけども、韓国だけは絶対守るっていうね、守るというか、韓国は日本の支配域にするんだという、そういう考え方でした。まあ、実際そうにはならなかったんだけども、でその一方で、やっぱり日清戦争後の三国干渉で、やっぱり両党半島を取れなかったということから、やっぱり戦うべしと。まあ、戦うは戦うでも、やっぱり日本にとって後ろ盾は必要だということで、当時、ロシアの南下政策に危機感を抱いていたイギリス、まあ、条約改正交渉でも、まあ、先にこう改正してくれたんですけれども、そのイギリスと、軍事同盟を結んでロシアに対抗、まあ、ロシアと戦うにあたってはやっぱり何かバックアップ、が必要だということで、まあ、イギリスと同盟を結んで、いざロシアと戦うべしというのが、日英同盟やったわけなんですね。まあ、特にこの桂太郎、要は、まあ、時の内閣総理大臣にもなっていましたけども、特に、まあ、陸軍出身、常にこう、明治維新以来若い時は陸軍の最前線で働いていた人物でもあったので、やっぱり、ね、自分が鍛えてきた、作ってきた陸軍、日本の軍隊でやっぱりロシアを破りたいという考え方も当然あったんでしょう。桂太郎らが、まあ主張したのが日英同盟協約ということで。要は、まあ、結局結論から言うと、まあ、日英同盟を結び、日本は日露戦争へと進むという形になるわけですね。はい、以上です。これで日露戦争と国際関係の位置を終わります。しっかり勉強してください。以上です。